コスコチャンネル。どうもコスコです。今回はこちら、米久ルーローハンの具、こちらを実際に食べてレビューしてみたいと思います。はい、こちらはですね、前回の9月のコストコ購入品で紹介した商品になります。まあ、前はね、中身を見せただけだったので、今回は実際に調理して食べてレビューしたいと思います。それではどうぞ。はい、こちらですね、ルーローハンと漢字3文字で書いてあります。これはですね、台湾の料理なんですよ。主に屋台とかでよく食べられている、すごくね、台湾ではポピュラーな料理になります。豚バラをですね、くったくたに煮て甘辛く味付けしたものに、ウーシャンフェンというこう台湾的ミックススパイスで味をつけられているもので、それをですね、ご飯の上にかけて食べるんですよ。とっても気軽な料理になります。今回の商品はルーローハンの具ということで、ご飯は入ってません。お肉だけが入っております。私はですね、ルーローハン大好きで、この前も台湾に行ってきてね、このルーローハン、現地のものを食べてきております。だからこのね、日本のメーカーさんのルーローハンってどんなもんかなと思って、とても楽しみにしております。はい、早速開けてみたいと思います。せーの、パカーン。はい、こちらはですね、冷蔵の商品になります。賞味期限もだいたい1ヶ月ぐらい、この状態で保管することができます。1袋 300g 入りのルーローハンの具が入っております。たっぷり入ってますね。これで2人前になりますので、2袋入っていることで4人前ということになります。これで価格が1468円です。入っているのはこちらのお肉と、これね、ウーシャンスパイス、さっき言った台湾的ミックススパイスが入っております。内容はウーシャンフェンだから5種類のスパイスが入ってるんですよ。スターアニス、ホアジャオ、シナモン、みかんの皮、クローブが入っているということです。調理した後にこのスパイスをかけてお楽しみくださいということなので、先にですね、こちらを温めてみたいと思います。調理方法は2種類、ボイルか電子レンジ、とっても気軽ですね。はい、早速調理してみたいと思います。不思議、なんでやろ、なんかいい匂いがする。なんで燃えてんのかな、なんか、あ、こっちかな、どうなんやろ。なんかさ、箱の中から台湾の匂いがするの。なんで真空パックなのに燃えてるかな。美味しい召し上がり方、電子レンジだと電子レンジで3分30秒加熱、ボイルだと袋のまま沸騰したお湯で8分加熱してくださいということです。だから基本もうこのまま調理する感じだね。はい、こちらですね、真空パックになったルーローハンの具が入っております。これ1袋で 300g ということで、結構ね、量が多いのよ。台湾でさ、現地で食べたものからすると、これだけで多分4人前ぐらいできるんじゃないかぐらいの感じです。だってさ、そもそもね、ここに書かれてるさ、このルーローハン、これがさ、ちょっともう現地のルーローハンとは違いすぎるんよ。かなり立派な料理だと思わん？こんなんじゃなかったもんね。すごいなんかちゃんとしたやつです。ちゃんとしたやつ。はい、お湯が用意できましたので、お鍋に入れます。はい、良さそうです。これで8分、あとは待つだけです。はい、ルーローハンといえば煮卵、これも作りました。これはね、入ってないから。はい、ストン、おお、美味しそう。これだけでも美味しそう。5、4、3、2、1、はい、完成。簡単。温めただけです。はい、取り出して、ちょっとまずね、このお皿の上に全部開けちゃおうか。ちちちち、ほっで、わー、皆さん暑いです、やけど注意、気をつけて開けてくださいね。よいしょ。はい、入れます。ドバ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 、おお、すごい、わー、すごいな、もうなんか豚の角煮みたいじゃない。ルーローハンってこんなんじゃないよ。もっとなんかグズグズのお肉の、なんかもうひき肉みたいなのが使われてんのにさ、こりゃすごい立派なお肉だ。で、ソースはトロトロだったのが、あれだ、なんかもうサラサラになってます。いやー、美味しそう。はい、こんな感じです。で、これをご飯にのせると。
え、半分まだこんなもん、こんなもんかな。はい、こちらにさらにとろとろのこの煮汁をかけます。ご飯にしっかり浸透させる。もうね、これだけでいいよね。実際これとご飯だけでもう食べれるんだけど、さらに別に用意した煮卵トッピングしていきます。はいはい、贅沢にも2個。はい、完成しました。近くでお見せしたらこんな感じです。すごいね、これ全部豚バラですよ。肉の塊がトッピングされております。なんか私の知ってる台湾のルーローハンとは全然違うんやけど、台湾のルーローハンってさ、もっとなんやろうな、もっと気軽なんですよね。あの卵かけご飯的な、もっとお肉もグズグズになったものをさ上にかけて食べる感じなんだけど、こんなさお肉立派じゃないのよ。すごくない？これで今回ね、割引で買ってるんですよね。300円オフになってたので、だいたい1食あたりが300円ぐらい。安くない？いやー、いい香りがします。見た目はね全然違うけど、あの台湾で食べたルーローハンをちょっと思い出す香りがしますよ。まだねこのウーシャンフェンスパイスは使ってないのよ。でもこれそのものにちゃんと台湾っぽい感じの匂いがある。早速いただいてみたいと思います。きょー、美味しそう。お肉、はい、いただきますね。うん、うん、おいしい。うんうん、うん、あ、これちょっといかんね、ご飯止まらんくなりそう。これはね、米泥棒ですよ。めっちゃ美味しい。うん、あのね、見た目はね完全に角煮丼なんですけど、味はちゃんとやってるちゃんとルーローハンです。これはあのルーローハンのお肉がめっちゃ豪華になったやつ。ただね、これだけだとそれほど台湾味は強くないんですよね。あのスパイスがちょっと苦手な方とかは全然これでいいと思うんだけど、もっとね、もっと台湾が欲しいという方はこれですよ、ウーシャンフェンスパイス。これを加えるとさらに台湾へ行けます。あ、すごい、これだこれだ、この香りやった。そうそうそう、でしかもね、スパイスさ今開けたばっかりじゃん、めっちゃフレッシュなんですよ。これすごいな、もしや台湾よりちゃんとしてるかもしれない。ちょっと いかんな、かけすぎたらうわってなるかな。どうなんだろう、これで食べてみたいと思います。どうなんやろ。うん、もっとかけていい。うん、あ、すごい、ちゃんとしてる。日本のメーカーさん研究してるわ。おいしい。うん、あのね、このウーシャンスパイスはスパイスという名前だし、あのホアジャオとか辛いスパイスとかも入ってるんだけど、全然そのピリピリする感じじゃないんですよ。だからあの振りかけても辛いのが苦手な私でも全然大丈夫。本当に台湾の風味だけをね加えたような感じです。これはねたっぷりかけて大丈夫。うーん、美味しい、たまらんな。この甘辛い味のタレもいいな。これだけでいいもん、もはやお肉いらないのではっていうぐらいね、ちゃんとこのタレにお肉の味というかな、旨味がねしっかり浸透してるからさ、これをご飯にかけるだけでめっちゃ美味しい。うーん、うーん、ねえ、美味しい、美味しいっていうか、
私が台湾で食べたルーローハンよりもルーローハンしてる、ちゃんとこっちの方がちゃんとしてるし美味しい。うん、多分このウーシャンスパイスがさ、そんなにね癖が強くないんだよね。もしかしたらだけど、その日本人向けにちゃんとこう味を整えられてるというか、そんなになんかこう癖みたいなのがないようにしてあるのかもしれんよね。日本人の口に合うルーローハンにしてあるのかも。めっちゃ本場っぽいものってわけじゃないんだけど、うん、でも少なくとも私はねこれを食べてちゃんと台湾を感じることができます。はい、卵です。うん、この卵が加わることによってさらにご飯が進む。うん、今日さ、私なんかあんまり綺麗に食べれなかったね。すごいみっともないなって思ってるんだけど、でもこれは申し訳ないんですけど、なんかガツガツ食べたくなっちゃうご飯でした。台湾の屋台で実際に食べられるルーローハンはもっとねお値段も安いんだけど、でも日本でこの味を簡単に楽しめて、しかもお肉もねこんなにゴロゴロ入ってて、それで1食あたり300円っていうのはねとてもお買い得だと思います。これは、まあ、私はねたまたま割引で買ってるんだけど、割引じゃなくてもちょっと欲しくなっちゃうな。たまにね台湾の味が恋しくなる時があるんですよ。そういう時にねちょうどいいと思う。はい、こちらです。ヨネキューさんのルーローハンの具、まあ、ご飯は用意しなきゃいけないし、卵もね頑張れる方は用意していただいた方が美味しいと思います。はい、というわけで今回はヨネキューのルーローハンの具を紹介させていただきました。こちらはチルドで販売されているものになります。気になった方はチルドコーナーを探してみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。